さあこの後は我が校の秘密の研究室勤務 Perfume 研究員が登場。今夜は生徒みんなの夢の中に登場した Perfume について研究していく Perfume、 そして3人が苦手な自己申告制の研究もあるそうです。 Perfume ロックス。Attention everyone! Perfume Locks starring Perfume! 皆さん、こんばんは。かしゆかです。ロッチです。あーちゃんです。3人合わせて Perfume です。よろしくお願いします。たくさんの生徒からの依頼、Perfume を研究せよ。生徒のみんなの夢の中に登場した Perfume について教えてもらう Perfume、うん、今回も私たち生徒の夢の中に登場してるみたいです。では早速書き込みを紹介していきましょう。はい。香川県15歳女の子、ラジオネームのっち大好きちゃん。お、ありがとうありがとう。テレがテレビ番組に Perfume が出演していたんですけど、うん、その中のコーナーで熱湯に足をつけるっていうのがあって、のっちがやることになっていました。嘘。のっちは怖いなぁ的なことを言ってたけど、司会の人がではのっちさんお願いしますと勧めちゃったもんだから、のっちはやらざるを得なくなっちゃってちょっと困ってたけど、いざ湯の中へ。みたいな顔をして見てるこっちが辛かったです。このさ、顔文字書いてあるんだけど、そこの顔文字何なんだろう。どんくらいどこからどこまで顔なんだろうみたいな顔ってどういう顔なの。なるほどね。面白い。のっちが熱湯風呂に挑戦してたんだね。すごい。やらなさそうなのにね。のっち大好きちゃんは私をどうしたいのかなどういう、そういうイメージだったのかな。熱湯風呂担当ねえ、やらなきゃいけなくなったらのっちがやるだろうっていう。そうなんだ。びっくりだね、うん、なんか全然つながらないから、その、うん、その前にさ、お三兄さんのさ、うん、あの伝統芸のさ、今コマーシャルやってるじゃん。うん、それ見たのかな。熱くない、冷たいって言ってるやつ。あ、ね、あるよね。なんかそれが潜在意識に入ってたのかな。のっち好きだなって思いながら寝たら、のっち好きだなって思ったらそうなってたのか重なっちゃったかな。でもそういうことってあるよね。寝る前に見てたの出てきたりしない、うん、あるある。めっちゃあるわ、面白い。じゃあ続いて、群馬県25歳男の子、ラジオネームグレープフルーティー。フルーティー。パフュームを見れました。うん。体育館のような広い場所にとにかくたくさんの人が体育座りで大きなモニターを見ていました。うん。そのモニターにスタッフたちが舞台の道具や仕掛けを作っている中で、柏岡さんがスタッフを後ろから脅かしたり、ちょっかいを出したり、カメラに向かって踊ったりと、ただただゆかさんが可愛い映像が流れ続けていました私は何をしているんだろうか。だからつい最近までの特技、うん、ちょっかいを出すことが、うんうん、あの夢の中でも出ちゃったんですかね。出たっていうことですねいい年してスタッフさんの邪魔をしているという柏岡さんにちょっかい出されるスタッフさんいいなでもそれがさ、自分じゃなくて見てされてるところを見てるってところ肝だよそうだ ね、 そうだね。この子のなんかそういうなんていうんだかな、こうなんていうんだろう、あの控えめな部分というか、うん、ね、がなんか本当性格がいいなっていうのが出てるよね。可愛かったんだな、うん、可愛いね。覗き見したかったな、ね、うん。続きまして、福島県27歳男の子、ラジオネームムーニーくん。ムーニー、うん、今回は映画館で3人がクイズを出して自分だけが正解するという夢でした。のっちはカレーが好きです。なぜでしょうか。かしゆかは猫が好きです。なぜでしょうか。あーちゃんは泣き虫です。なぜでしょうか。の3問でした。え、一人なんか傾向違くない不思議な問題ですが、自分だけ正解していて、あーちゃんが泣きながら、あんたは天才じゃ。ほんま、ありがとね。と言っていましたどうしたどこのイメージからそうなった。だから何、どこで感動しとんのこれは。だからそういうイメージなんだろう。だからこの人なんで泣いとんじゃろうみたいなことなんかなとにかく感動屋さん、ね、あ、
だから一人傾向が違うのよ。のっちゃんカレーが好きです、カシューカは肉が好きです、あーちゃんは何々が好きですって来るならまあ分かるけど、あーちゃんは泣き虫です結論なぜでしょうか、言ってるもん泣き虫ですそれで泣いてるっていう、どんどんぞ泣いてくださいお願いします振りが効いてる、振りが子役オーディションみたいな振りが効いてる、この間に行けたでしょう、どうぞあんたは先生やはい合格お家はありがとうございます、面白いです。続きまして東京都18歳女の子、ラジオネームリトルペニーワイズちゃん、はい、うん、パフューム見ました、うん、夢の中で私はどうやらシワシワのシャツを着ていたようで、うん、玄関を出たところであーちゃんに呼び止められました。あーちゃんは私のシャツの裾をピッピッと伸ばしながら、あんたそのシャツシワシワよ、ちょっと貸してみんちゃいと言いました。私はあーちゃんが近くに来たことにドキドキしてあたふたしていたら、今度はのっちさんが現れ、でもシワシワのシャツも似合ってたと思うけどなと謎のフォローをしてくれましたのっちさん優しいなぁと思っていると、今度はどこからともなくカシューカさんが現れました。しかも右手にアイロン、左手にアイロン台を持って無言で私の元まで来て、シャキッとしてとニコッとした後、アイロン台を私のシャツの背中の部分に差し込み、私はシャツを着た状態のままアイロンをかけられました。されるがままです。おかげでシャツはパリッとしましたいやおもろ悪いけど、なんか役割分担的にはそうじゃない、うん、うん、確かにそうじゃない、あんたそのシャツシワシワちょっと感謝しちゃえ、あんちゃん言ってた、あれさ、あれはすごい、なんかさ、あの遠山元校長と、うん、リフレイムの舞台挨拶一緒にやらせてもらったじゃ、うん、うん、遠山さんが着てたのシャツがシワシワだったのよ、そうだったね、うん、それね、でも私たちの晴れ舞台でそのシャツはやめてって言って、うん、その時私たちについてもらってたスタイリストさんにアイロンしてもらったよね、うん、そう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 、あんたシャッシャッシャッ貸してみさい、もう脱ぎさアイロンちょっとしてもらいちゃいでシャッシャのシャッシャのシャツも似合ってたけどなシャキッとして夢の中ではこういう印象なんだね、かけるけ、おもろい、面白いね、うん、引き続き夢の中に登場した Perfume のことを教えてください、お待ちしています。さて私たち Perfume ですが、10月23日に Perfume 初の衣装本 Perfume コスチュームブック2005-2020が発売となりました。ありがとうございます。なんと衣装761着分お収録しています。一生持ちだね。そうなんですよね、うん、本当に一個ずつめちゃめちゃ構築的な衣装だったり、うん、生地がすっごい使ってるものだったり、たくさん様々あるので、うん、これ保管するの本当大変なんですよ、そうね、普通の T シャツみたいにギュンギュンに重ねられないもんね、うん、かつ3着だしね、3人分だから、うん、1個につき3つあるからね、うんうん、ライブツアーで長いこと着たのもあれば、うん、2分半とかテレビでしか着てない衣装もあって、うん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 、なんかそれがさ、なんかまたどっかで着たいなとか、よく見てもらいたいねとか言ってたのが、うん、こうやって本にまとめられてみんなに見てもらえるってのすごく嬉しい、嬉しいね、うん、前の姿だけじゃなくて後ろ姿も映ってるからね、うん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 、生地がどうなってるかっていう細かいところも見えますし、うん、あとやっぱあの踊りやすくね、うん、あの本当に工夫していただいてるんですよ、うん、もうそこがやっぱりあのもう日の目をね、うん、浴びるっていうのがまた嬉しくて、うん、いろんなあのスタイリストさん関わってくださってて、うん、でぬいこさんも関わってくれてるんですけど、その方たちのインタビューも、うん、もちろん載っています、うん、もうこれが本当になんかね、もう言葉の端々が全部本当に感動するものばっかりで、うん、ここも見てほしいですね、はい、ね、それと合わせてマスクも、はい、発売されました、うん、衣装の裏地を使って作ったマスクです、うん、私たちがこれを内側に着てると、うんうん、いうことは、ね、あれだけ爆踊りして、はい、あの出た汗とかも外にシミが出ないと、うん、いうこともやっぱり分かるでしょうと、
そう。確かに。あと肌の当たりがすごい気持ちいいよね。うんうんうん、うん、なんか擦れて痛いとか乾燥するとかそういうのを感じないというか、うん、フィットするし、すごい。そう、形もこだわってね、うん、あのフィットするように作ってもらいましたので、長時間つけていても嫌な感じしないと、うん、耳も痛くならないし、うん、顔にフィットするけん飛沫問題心配もないし、そう、うん、これはぜひねチェックしてほしいです。はい、たくさんの生徒からの依頼、ハロウィンで似合う衣装を自己申告できるかを研究せよ。出ました、自己申告制度の研究。見た。これ恥ずかしいんだよな。ねえ、さっき散々衣装の話した後にさ、わあ、本当だよ。自己申告で似合うハロウィンの衣装ですから。そういうことか。ずるいな。そんな自己申告でって言われてもね、まあ、難しいのもあるよね。ああ、多分私、猫のコスプレ似合う気がする。今ねちょっとコメントできないのよ。絶対猫の衣装似合う気がする。パチンっていう。いやー、そんなでもなーからがみんなな、ね、まあ、猫は近くで見てるからね。うん、猫しか出てこなかったら、なんか本当は人のこと言った方がいいんだろうね。全然出てこなかった。猫何があるんだろうな。猫ね、いや、うん、猫は似合う。可愛いよ。それは可愛い。うん、猫耳とかももう絶対似合うもん。うん、やってほしいと思ってるけど、そんな歌集家に、うんうん、猫のコスプレしてもらってもいいですかなんて言えないから、みんな言わないだけで、うん、本当はしてほしいんだよ。あ、本当、みんな、うんうん、でも絶対似合うともう自分で思ってるから。大丈夫、ありがとう。絶対似合うから言ったら大丈夫。ありがとう。言わなくていいよ。あ、ちょっといい？うん、私は多分だけど、ブラックウィドウが似合う気がする。攻めたとこ行ったら結構だから。結構タイトめの、もうブラックツンってしたやつ。一歩間違えば全身タイツと同じような状態とかね。そうですね。やっぱタイトでやってきたところあるから。そうなんだ。あ、タイトでやってきたんだっけ。あ、そうか、そうか。短パンっていうところじゃなかった、うん、タイトが売りだったんだね。タイトでやってきたか。ボディライン見せてなんぼのところあるから。そうだったっけ。そうです、そうだっけ。歌手家さんのイメージありましたけど、似合いそうだなって言われた実績もあるし。あ、実績、あ、実績どっかで積んでたんだね。自他ともに認めるという。似合う、ブラックウィドウ、うん、絶対似合うな。うん、まあ、だってそれだったら、私はホーンテッドマンションの、スタッフさんの。すげえピンポイント。いや、わかるよ。スタッフさんの、うん、あのメイドさんみたいな、あの恋ごっこみたいなの乗ってる、あのナースの頭についてる、うん、ついてる帽子みたいな感じのやつ、白いキャップみたいなついてる、あれに似合う。あれが似合う。あれ似合う。あれなかなか似合う人いないかもしれない、ね、あれ似合う、すごい似合うわ。あ、すごい似合う、うん、あ、もう体験済み、もう負けないって感じ。あ、負けない、顔が負けないって感じ。、うん、そのキャップに対して顔が負けない、負けないって感じ。あ、肩も、もうあの肩にももう負けないって感じ。あのね、ワンピースのドレスね、うん、わ、うん、かるよ、うん、もう何着てももちろん似合う。でもこの、そうだね、どのキャストさんよりもあーちゃんが残る、やっぱり。だから顔だけが残ってる。そうかも、何着ても、うん、服っていうよりあーちゃんっていうのせいかも。でも絶対すごい似合うって感じ。負けない、負けないって感じ。頭のみんな見て、もう今すぐ検索して。あれでもすごい主張だけど、負けないって。それより私がっていう感じ。よく見つけてきたな。面白いわ。坂田校長、小森教頭は、自己申告でハロウィンの衣装何が似合うと思いますか。これね、俺でもなんだろう、めちゃくちゃコスプレしてんのよ実は今年。はいはいはい、なんか僕もちょいちょい見ますよ。だって俺言っとくけど、昨日あんま深くは言えないけど、うん、仏の森の村の住人のコスプレとか昨日してるからね俺。だってあ、もう昨日、ほっかほかの状態で、うん、してるし、その一個前はウーバーイーツの配達員の格好とかもしてるし。いや、それ、
それハロウィンでやることかと思うけど、いや結構してるからね俺もうないわ自分が似合うわ、やり尽くしちゃった。いや正直ね僕なんて職業柄というか、そうね、あのねめちゃくちゃハロウィンしてるから毎日。そうね、何がハマってると思う。いやよ、もう俺保育園児からおじいちゃんまでおばあちゃんまで全部やってる気すんな本当に。どれが一番自分の中でハマってると思う。でもやっぱりなんか信じられない V ネックを、へそまである V ネックを着た変態カメラマンみたいなハロウィンは、あすげえいいなと思って。いつもじゃん、いやいつもへそまである V ネックみたいな着てるじゃん、いつもテロテロのやつ。いやだから引っ張られてるよ多分そっちから金髪も相まってね、うん、まあでもねすごい、はい、皆さんのね3人のコスプレというかハロウィンね見たい、楽しみにしています、ね。そして今夜は放課後 Perfume Rocks の更新日。スマホのアプリ俺たちが世界一愛しているオーディをダウンロードすれば聞くことができる。この後生放送授業終了後にアップされるから楽しみに待っててくれ。はい、明日は我が校の超現代史の講師ミセスグリーンアップル大森元樹先生が登場。ミセスロックス、スクールオブロック。